コロコロあゆるチャンネル沼津のサービスエリアです。すごいテーマパークみたい。すごい富士山見えそう。冷静に言わないで、これも全部使ってやるかな。いじめられてます衛生中ってみんなに。勝てる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 。飯。お腹すいた。いただきます。久しぶりで。めっちゃ美味しい。ジャンボン。ボリュームのあるものしばらく食べてもらいました。ゴロゴロだよ。野菜ゴロゴロ。美味しい。少女みたいな。その角度めっちゃ可愛い。幼稚園児って言わんで。見えるよ。めっちゃお肉入ってるね。油でテカってる。おいしい。元気が出そうですね。試合前に。高校生いっぱいの理由になかったね。部活後の男子高校生とか最高だね。そう、なんかめっちゃ可愛い。あの写真飾ってあった。ごちそうさまです。ちょっと少年すぎない私、ね、素敵な青空です。立ちましょう、おー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 、長せん YouTube に。その元気じゃその元気じゃ長せん。まあ、でもちょっとね暑い、うん、そうだね暑いのとちょっとお腹いっぱいでちょっと胃もたれしてるのと暑い。あ、これ着替えの T シャツなんですけど、スーパービーバーのね、汚したくないよね。汗かいちゃう。うん、へえー、すごい。見えました、サイチュアマスタジアム。暑いね。すごい、あの試合後優しい足だね、これ。すごいふわふわしてる地面が。カズでーす。
46番じゃん。ハルタと1対0で負けました。最後ガッキーが、稲垣選手が泣いてて、泣いててっていうか、ちょっとなんかグッときてる表情してて、それにつられてなんかちょっと悔しかったですけど、ここで終わるわけじゃないんで、次行かせたいと思います。お疲れ様です。早く帰ります。